ほうれん草のポタージュを作ります。じゃがいも 120g、 玉ねぎ 40g、 耐熱皿にのせラップをかけ、500ワットのレンジで6分加熱します。ほうれん草 100g、 3分ほど茹で水気を絞ります。加熱したじゃがいも、玉ねぎ、茹でたほうれん草、ベーコン3枚、ぶんぶん用牛乳 50cc、 40回程度ぶんぶん引っ張ります。牛乳 150cc、 ぶんぶんした具材、水 250cc、 コンソメ顆粒小さじ2、塩コショウ少々、3分ほど煮ます。アクを取ったら完成です。